あ、お、お、ひ、むろくんだよね。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ときめきメモリアル続きやっていこうと思います。2月12日月曜日からですね。いやー、ひむろくんとのルートもこれで終わり、寂しい。ひむろくんらのツンツンデレデレがもう見れなくなると思うと悲しいな。あ、え、でも待って待って、まだいける。まだいけるぞ。あと1回、いや、ギリ2回デートいける。ギリギリまで楽しもうっていうこのスタイルね。よし、じゃあデートに誘っていきますか。お、ああ、バレンタインか。そうだ、最後にねじ込めるんだった。忘れてた。よし、バレンタインで準備するか。よし、できた。なんか去年と同じ感じになっちゃったけど、まあ、いっか。いや、なんかサーフボード置くって考えたらこんな感じになっちゃうな。まあいっか、私芸術センスないし、いや。ワイルドでオッケーだったからね、去年。よし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 、ナイス。お、さてと、え、あ、こ、あ、そうだ、なんかぼーっとして高級チョコ買ったんだった。三影先生だね。うん、3年間お世話になりましたの意味も込めて高級チョコ渡そう。三影先生、バレンタインのチョコレート受け取ってくれますか。先生はもらっちゃダメルールか。え、え、いや、そんなことないでしょ、ないでしょ。多分普通の学校だったらダメだけどね。うん、あ、やっぱりダメですか。そんなわけねえだろ、返せって言っても返さないぜ。かわいい。ゲロかわいいんですけど。お、お前奮発しすぎだろ。え、そんな高いの買ったの。なんかイタリアのなんとかシェフが作ったどうのこうのみたいなの買ったの。なんかゴディバ系だと思ったけど。そんな高いやつなの。三影先生の感謝の気持ちを込めました。そっか、困らせてる。最後の最後にめちゃんこ困らせてるな。え、そんな高いやつなの。いつもありがとうございます。わかった、もう野暮なことは言わねえよ。ありがとな。わ、爽やか、三影先生。お前の気持ち確かに受け取ったぜ。かっこいい。うん、喜んでもらえたみたい、よかった。さてさて、本命に渡しに行きますか。本命の氷室くん。氷室、あ、3年間ずっと氷室くんのままだ。帰り道呼ぶの忘れてたな。まあ、いっか、氷室くんは氷室くんって感じがするな。あ、氷室くん探してたんだよ。何？用事。もうそわそわボーイ。そわそわしてるじゃん。うん、これバレンタインのチョコレート。あ、手作り。かわいい。めちゃくちゃ喜んでくれる。しかも僕好み。ああ、そう、よかった。喜んでくれて嬉しいよ。どうかな。どうかなって、君これ絶対自信あるでしょ。じゃなきゃおかしい、こんな完璧なの作れっこない。すごいな、やっぱすごく喜んでるのが伝わるね。いや、嬉しい。褒めてもらえてるんだよね。あ、うん。素直。最後素直なのよ。後でゆっくりいただく。ごちそうさま。あ、本当に早めに食べてね。氷室くん結構何ヶ月も放置しちゃうからさ。大事に大事に取っとくからさ、早めに食べてね。2ヶ月ぐらい置いちゃうから君。いやー、よかった、喜んでくれたね。さあ、デートのお時間でございます。最後の最後までねじ込んでくるこのスタイル。2月だから、さあ、海に着きました。うん、ここは落ち着く。うん、氷室くんのホームグラウンドだからね。寒がってるけど。寒がってるけどね。そんな目で見られたらかわいい。お、転ばないように気をつけて。あ、これリベンジ戦だ。リベンジ戦、ありがとう。これはめちゃくちゃ怒られたから。学んでるよ、ちゃんと。ありがとうか、心配性だな。ありがとうじゃない、ちゃんと優しく言ってくれてるから、ありがとう。どうだ。どういたしまして。
まあ、転んでも助けてあげるけど。うわ、え、そんなこと言うんだ。え、かっこいい。え、待って、前転んだ時めっちゃゴミを見るような目で見られたけど。え、助けてくれなかったけどな。あれあれ。まあいっか、ありがとうね。うん、いい感じいい感じ。寒い。よし、リベンジ戦果たしたな。よっ。帽子は趣味じゃないかな。なんで帽子の話？あの、試験始まって申し訳ないんですけど、志望校間違えましたね。三影先生から二流れ大学は合格圏内って言われてたけど、あの、一流れ大学をおっしゃった。高みを目指しすぎた。あ、留年しちゃうかな。やばい。嫌な予感がする。まあまあ、留年したらね、氷室くんと一緒に大学生なれますけども、ちょっと親御さんにはご迷惑おかけしますが、というわけで、最後のデート、誘ってまいります。お？受験も終わったし、いよいよ私も卒業か。なんだなんだ？何のイベントだ？この校舎とももうすぐお別れ。そういえばちょうど2年前、この中庭で氷室くんと。ガチギレカベトンのことですか？え、氷室くん、どうした？なんかめちゃくちゃ悲し、え、どうした？お腹痛い。どうした？何があった？え、何？なんで、ここに？こっちのセリフだよ。もうすぐ卒業式だから、感傷に浸ってみたり。おぉ。何？それ。何が？そういえば、氷室くんと初めて会ったのも、この場所だったね。あ、やめてあげて。氷室くんその出会いめちゃくちゃ気にしてるからやめてあげて。覚えてる？覚えてるよ。ごめんね氷室くん、めちゃくちゃ気にしてるのに傷口に塩を塗り込んでごめんね。氷室くん、え、何？何もかも全部覚えてるよ。今だってあの時とまるで一緒だ。え、全然違うよ。だって両手で壁ドンだもん。え、何どうした？初めて会った時からずっとそう。君はいつも勝手に僕の中に入ってくる。あ、うん、お邪魔しました。お邪魔しました。いつだって一人でよかったのに、気づけばそばには君がいて、だんだんそれが当たり前になって、いつの間にか一人の時間に違和感すら感じるようになってた。そうなんだ。それなのに君はもうすぐいなくなる。氷室くん泣いてくれてる。え、なんか私も泣きそうなんだけど。氷室くん、僕だって何も変わってない、君にこうして八つ当たりして何も成長できてない。そんなことないよ。涙が出てきた。そんなことないよ氷室くん、君は本当に成長してる。めちゃくちゃ優しくなったし、本当に思いやりのあるいい子だと思うよ。自信持って。そんなことない。初めて会った時よりずっといろんな氷室くんを見られたよ。え、かわいい。目ん玉大きいな。瞳が大きい。めちゃくちゃ綺麗な目してるな。こんな風に氷室くんの涙が見られるなんて思ってもなかったし。うんうん、本当に。恥ずかしい。恥ずかしいね氷室くん。ごめん、指摘してごめんな。ほんと君って無神経。あ、本当だね。それは私も思った。ごめんね、本当。ごめんなさい。でも、そのくらいだから、ちょうどいいのかも。うん。ぐいぐい行く岩ちゃんだからこそ、ここまで発展したのかもね、関係が。いやー、びっくりした。泣くのやめて、私すぐもらい泣きするから。やめて、そういうの。え、今なんて？なんでもない。これ以上は今言うことじゃないから。うん、そっか、そうだね。
卒業式の後に撮っとこうか。君のおかげで僕も感傷に浸れたよこんなスンとした顔してるけど、この子数秒前までめっちゃ泣いてましたからめっちゃ泣いてましたから、みんなに言いたいねどういたしまして何それ、かわいいめちゃくちゃかわいい氷室くんかわいいな。いつもの氷室くんに戻ったみたい、よかった。氷室くん意外に喜怒哀楽がしっかりしてるからかわいいね。あもう電話できなくなる。あそっか、なかったっけ、いつもデートの時なかったっけ。まあいっか、最後のデート楽しんできます。さ、遊園地でございます。何に乗る。そりゃあ氷室くんとの思い出のバンジージャンプ。なかなか面白い提案。よしよしよし、どうかした。最後はバンジージャンプで、かんだバンジージャンプで締めましょう。落ち着かないんだけど。かわいい今更キャンセルはなしだから。いいよ、行っちゃいましょう。3,2,1バンジー。かわいい、足からはほんと危ない限界に挑戦してるって感じ、いいよね。うん、限界好きだもんね、突破するの。限界超えられたかもだったっけな。そうだね、これだね。そうなんだ、それなら一緒に限界の先に挑戦。かわいい満面の笑みじゃんうん、いい感じだよね。よしよし、騒がしいかも。騒がしいの嫌いだもんねよいしょ。そんな目で見られたら。かわいい、最後のデート終わっちゃったな。悪くなかった、いやむしろ良かった。うん、私も楽しかったよ。どうかした。よいしょ、ポン。何、かわいいねえ、この後まだ時間ある。時間あるよ最後だからめちゃくちゃ素直。寄り道いいでしょ。いいよ、もちろん。何、ここら辺さろ、ボン。早く大人になりたい。だから妖怪人間ベムなのよそれは早く人間になりたいなのよ。ほんと理不尽。かわいい、あ、またごめんね。いつまで我慢できるか知らないかな。まあもう卒業しますから我慢しなくてもいいんじゃないですかさ、卒業式まで行きましょうか。羽ばたき学園での素敵な毎日、私絶対に忘れない。ありがとう。いやー、よかったね、いい卒業式だった。聞こえるね、聞こえるね。今のは鐘の音もしかして。うん、行ってみよう。結構激しくなってんだよね鐘リンゴンリンゴン言ってるもん。懐かしい、小さい頃にも鐘の音に呼ばれてこの道を走ったような気がする。教会に着きましたね。あった、今は使われてない古い教会。さっき鳴ってたのはこの鐘だよね。扉開くかな。え、待って、ちょっと不安になってきた。開くよね、さすがに開くよね。開きはするね、よかった。あぶねパラメーターどうだったっけなと思ってあぶねー、セーフ、ナイス。で、氷室くんが来るまで待ちましょうか。おー、教会の伝説の幸せな噂話に出て、この教会って二人全部なんか全部かもな。この教会で二人は再び巡り合う。じゃあ私は？あ、あ、あ、氷室くんだよね。だよね。え、なんか身長高いように見えるんだけど、だよね、氷室くんだよね。バラ先輩。あ、びっくりした。よかった。氷室くん。よかった。こちらこそ、こちらこそ。氷室くん。正直、君の顔を見るまで自信全然なかったから。何の自信？君がここにいることはもちろん、これまでの関係についても。ああ、なるほどね。本当、自業自得。これまで君に散々な態度を取ってきておいてさ。
めちゃくちゃへこんでる。そんなことないよ。そんなことは。あの頃の僕はこの名字にとらわれてたんだ。うん。氷室に対する期待やイメージが大きすぎて、うんうん、自分で抱えきれなくて、うん、優秀な叔父がいるからね。周囲をすべて拒絶し続けてきた。うんうん。仕方ないよ、それ。本当バカだよね。あのままでいたらきっと今頃は一人だった。いやでも根はいい子だからきっといずれわかるはずだけどね。でもほら今僕の目の前には君がいる。何かを期待するわけでも押し付けるわけでもなく、うん、君はいつも僕のそばにいた。うわー、めっちゃいいセリフ。最初はそれが全部能天気に見えて腹が立ったりもしたけど。まあね、うん、気持ちはわかるよ。いつの間にか、うん、僕は君しか見えなくなってた。うわー、最高。去年の夏もそう、うん、早朝に、ああ、君を海に誘ったこと覚えてる？覚えてるよ、もちろん。うん。あれも君の喜ぶ姿を見たかった。ああ。独り占めしたかったんだ。あ、そうなんだ。え、そんなだいぶ前から恋愛感情を持ってた。そこでやっとわかったよ。はあ。時間を共有できることの大切さとありがたみ。あ、なるほどね。いや、素敵。あ、それと僕は君が好きなんだってこと。うわー、最高。2年前の僕には想像もつかなかった気持ち、うん、それを君が教えてくれた。うわ、バラ先輩、これからも一緒にいたい。そばにいてほしい。もう完璧すぎる告白。僕と付き合ってください。さわが、そうだった、この公開処刑が待ってるんだった。私もキスで答える。そんな気にこいつ最低だよ。キスでこったくそ、公開処刑みたいな。あ、でもこれを選ばなくてもいいんだよね、多分。これを選ん、これでエンディング変わるってことあったっけ。あ、そうだ、自分で触んなきゃいけない。罪が重い、罪が重いよ。いよ、かわいい、めちゃくちゃかわいい。あ、私の答えはこれだよ。はあ、かわいい。私も氷室くんが好き。うわー、いいじゃん。かわいい。あっ、そう。ま、こんなことまでしといて、そうじゃなかったら困る。もうツンの威力がないもん。あ、そうだね。何その余裕そうな笑み。言っとくけど、もうこっちも遠慮しないよ。そうだ、我慢してたんだった、氷室くんは。あ、え、お、バラ先輩、もう話さない。お、絶対に。おお、いい、最高ですね。なんかすごくいい告白だった。セリフといい、なんか氷室くんの人柄の良さが出てたね。ウェディングベルのようなね、優しい鐘の音に包まれて、私たちは結ばれたと。読むのがめんどくなってる。これ毎回同じだからさ。教会のステンドグラスに書かれた王子様とお姫様のように見つめ合って慈しみ合いながらずっと二人歩んでいきたいと。なるほどね。卒業、どうだ、あ、あ、合格してる。すげえ。合格圏外だったのに頑張ったね、イバちゃん。
人流れ大学に進学。なるほどね。楽しい学生生活を送っていますと。氷室くんは3年生に進級。以前よりも学校行事に意欲的に参加し、充実した幅学生活を送っているようです。おお、どうしたどうしたとか言って放課後、いつもの海岸でサーフィンをする彼を眺めるのは私の楽しみの一つ。おお、いいじゃん。サーファー仲間も増え、海で見る氷室くんの笑顔は前よりもずっと眩しいです。うんうん、いいね。そういえばデートの最中にばったり氷室地獄氷室先生とお会いしたこともありました。うん。そしたら氷室くんは繋いでた手も離さず、おう、僕の彼女ですって。おう、恥ずかしかったけど氷室くんも氷室先生もなぜか満足そうな笑みを浮かべてました。わあ、氷室っちも良かったね。なんかツンケンしてた甥っ子がさ、なんか慕ってくれるようになってさ、良かったね。なんかわだかまりが解けたっていうか、高校時代よりも2人で過ごす時間は少なくなってしまうけれど全然大丈夫。ちょっと辛い私はそれいつか2人が将来を誓い合う日、その時は盛大なウェディングベルに祝福されたいです。あの日の鐘の音を思い出して永遠の愛を誓います。いいね。な、高校生で将来を見据えれる相手と出会えるってすごい奇跡だと思うわ。うん、いいね。いやー、よかった。マジでよかったあ、これ押したら飛ばせるんだったね癖で早送りボタンを押したらエンディング飛ばしちゃったねまあいいか。よいしょ。あ、氷室くん一緒に登校してんの。幅学に来てよかった。あの帰り道ね。なるほど。え、もちろんいいことばかりじゃなかったし、いろんな葛藤あったけど。そうだね、氷室っちがいるからね。君と出会えて、君と一緒に歩いてる。わあ、氷室くんの言葉のセンスよ。もう心から言ってるから出る言葉なんだろうね。嬉しい、こんなこと言われた。そんな今がすごく幸せだから。かわいい。うん、私も。バラ先輩、改めて卒業おめでとう。ありがとう。ありがとう氷室くん。これからもずっと一番近くでその笑顔見せてよ、僕だけにね。かわいい。いや、私こそ、神田は私こそ氷室くんの笑顔を間近で見ていたいですけどね。いやー、よかったね。いいエンディング。あ、びっくりした。だった。さあ、ようやく終わりましたね。いや、氷室くんよかったね。なんか最初さ、なんかツンケンツンケンしててツンケンツンケンしてて、あれこの子怖いなとか最初のガチギリ壁ので一回心折れたんですけど、やめないでよかったね。だってそこでもしやめてしまってたら、氷室くんのこの優しさとかいいところに気づけないまま、ちょっと怖い子でちょっと近寄りがたいなっていうところで終わってしまってたんですけど、よかった。うん、なんか最後までやって氷室くんの良さに気づけてよかったなって思った。さて、運命の一瞬、新告白がかかんだ新告白エンドに行けてます。え、あれ何もしてないのにななんか別にイベントとか結構取り逃した気がするんだけど、新告白エンド行けましたね。風間くんがいかに難しいかだよね。いや、だって裏でめっちゃコツコツやったのに通常告白エンドだもんね。あー、氷室くんよかった、新告白エンドに到達できましたね。というわけで、氷室くんのエンドいかがでしたでしょうか。いや、私は結構好きでしただって氷室くんの、なんだろうな、告白セリフのあの、なんだろうな、良さワードのチョイスの天才さ。いや、神がかってたよ。いや、あんなん言われたらみんな落ちる。うん、心から言ってるってのもわかるしね。いや、よかったですね。というわけで、次の攻略は実は決めております。いや、言うて、私こんな全員攻略するまで終われま10をやってるんですけど、実は、密かに。結構いるな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。
あー9人いるね私まだ出会えてない子もいるんだよね実は、うん、あの白羽くんのお兄さんだったかなにまだ1回しか確か会えてないんだよね謎に包まれてるから、まあ次誰を攻略するか楽しみに待っていただけると嬉しいです。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。あ、そうだ言うの忘れてた、300人視聴者数じゃねえ、なんだっけ、チャンネル、噛んだ全部、チャンネル登録者数300人突破しました、おめでとうございます誰に言ってんの私おめでとうございます。いやびっくりした、なんかあんまりね、あの減ったりとかしたら悲しいやん悲しいけんさ、あんま見ないようにしとっちゃう、あのコメント書くときもあんまり見ないようにしとるっちゃけど、この前チラッチラッって見たら300人突破してて、えっつってびっくりした、うん、シンプルにびっくりした、うん、ありがとうございます。いや見てくださってる方、もうコメント残してくださってる方みんなありがたいね、孤独だよ本当に、一人でやってたら孤独だから、本当にこれからも見守ってくれると嬉しいです。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。岩田でした。